はい、今日もコレクション魂天野ライダーです。俺の特撮コレクション魂、略してコレたま。このチャンネルでは特撮コレクションをメインに自分の特撮ライフを皆さんにお送りしています。さて今日はですね、こんな格好してますが、こちら見てください。特上って書いてあるんですけどね、特上かかのね、仮面ライダードライブに出てくる、まあ警察の中のね、泊慎之助が所属している部署なんですね。そちらの、まあ、ジャケット、ジャンバーを着てきましたけども、今日はですね、実はのガシャポンでですね、仮面ライダードライブの中に登場する、あのキリコね、千島キリコ、彼女の、フィギュアが出るということで、早速見ていきましょう。ということで、こちらがね、ガシャポンオンラインの HG ガールズ、しじまきりこのページになるんですけども、まあ、こちらをね、見ていくと、まずね、6月発送分のお申し込み受付ページですと書いてあります。なので、これね、今頼んでも、4、5ヶ月後の6月にね、やっと送ってくる。まあ、そういうね、商品です。まあ、見ていくと、こんな感じですね。ガシャポンコレクション HG ガールズ、しじまきりこ、仮面ライダードライブですね。で、下の方行くと、モデル、まあ、仮面ライダードライブに登場する、しじまきりこを HG ガールズにて立体化。ラインナップがね、こちらですね。はい。全3種類ということで、この前のね、ポッピーも3種類だったんですけども、きりこも3種類。で、A、B、C とあって、一つずつ見ていくと、ラインナップ A というのが、まあ見てすぐにね、わかるんですけども、腕を組んだね、こういうポーズですね。この A だけ腕組みのこんなポーズで、顔の表情もね、普通の少しニコッとした顔ですね。で、ラインナップ B がこちらですね。このようにね、指を前に突き出しているようなこんなポーズ、何か指摘するようなね、なんか言いたい時のポーズですね。で、顔はね、すごいにこやかな顔をしてます。で、こちら、これがね、C なんですけども、C はね、同じこの指差しのポーズなんですけども、顔がね、結構怒ってるような、まあそんな表情のね、フィギュアですね。これをね、3連で回すと、ガシャを回すと、本商品限定のポストカードが1枚ついてくるっていうことなんですよね。こちらにね、こう見ると、表面は HG ガールズ、しじまきりこのコンセプトイラスト。まあイラストで、こんな感じ、腕組みのね、ちょうどラインナップ A のポーズかな、まあ、このような、イラストが描かれていて、で、裏を見ると、裏がね、ちょうどフィギュア、ラインナップ A のフィギュアの、写真がついてるってことですね。で、これは3連で回さないとついてこないので、追加でね、後から、まあ、回数重ねて3回引いたところで、このカードはもらえないと。一度に3連をしないとこれはもらえないので、まあ9連やったら3枚ついてくるっていう話ですね。で、こちらの方に行くとね、ガシャポンオンライン、ガシャポンコレクション HG ガールズ、しじまきりこで、まあさっきと同じね、表情の違いだとかポーズの違いが書かれてます。まあこうやって一個一個ね、全部のポーズがね、見れます。で、下の方に行くと、あ、これね、やはりオンライン限定と書いてありますね。オンライン店限定なので、ここのねページでしか引けないので、一般のガシャポンの店舗に行ってもね、これは置いてないっていうことでしょうね。で、販売期間が、1月の24日から3月の28日となってますので、まあ、その間にね、このガシャポンオンラインでガシャるね、そうしないと手に入らないです。もし途中でね、売り切れちゃうと、まあそれ途中でもね、手に入らなくなっちゃうので、なるべくね、早めに購入したいと思いますね。で、発送は6月下旬ということですね。で、下の方を見ていくと、HG ガールズに仮面ライダードライブからしじまきりこが登場。1回2500円。で、下の方を見ると、あ、こちらがね、いつものようにね、確率が書いてあるんですけども、まあ A、B、C とも、まあ、ほぼね、3分の1ずつの確率ってことですね。
あとは注意事項が書いてあるということですね。まあ、送料は一律660円。じゃあね、早速こちらをね、回していこうと思います。まずね、まあ、3連、必ずね、3つはいるので、ね、それぞれ1つずつあればいいんですので、ね、最低3回は引かなきゃいけないので、まずね、3連を引いて、カードもね、ゲットしたいと思うのでね、まず3連やってみましょう。はい、それではね、今からガシャを回していきたいと思います。まずガシャポンを回す。はい。そして購入手続きに進む、ご注文手続きに進む。はい、ということでね、全部入力したので入力内容を確認。今回ね、僕クーポンがあったので、実はね、ガシャポンの、LINE の方でね、当選して2000円分ぐらいかな、使えるクーポンが手に入ったので、そちらをね、利用していこうと思ってます。さあ、入力内容を確認で、これはね、限定ポストカードが1枚もらえるっていうことですね。はい、じゃあ入力内容確認。はい、ということでね、今ね、商品の確認をしましたけども、こちらね、商品の点数が2点と書いてあるんですけども、まあ1点はこのね、本体 HG ガールズの3回引く分が7500円で、まあそれが1つまとまって1点で、ポストカードが1個ついてくるので、そちらが1点ということで、そういう2点ということですね。で、賞金が7500円の送料が660円。で、クーポンが2000円分利用できたので、今回は2000円が引かれて、合計6160円ということで、注文してみたいと思います。さて、はい。このようにね、ガシャポン出てきました。さあ、それでは回していきましょうか。音は大丈夫かな？回す。あー、来いよ。はい、3個出てきましたね。じゃあ1つずつね、上から開けていこうと思います。よっしゃ。まず1個、オープン。こうやってね、開けるんですね。お、これはこういうね、ポーズなんですけど、表情がよく見えないな。これ笑ってそうかな。はい、じゃあ次へ行きましょう。2個目。はい、オープン。腕組みですね。 A が出ました。これで2種類はね、出たので、あと1種類だけですね。さあ、ストレートでいくでしょうか。はい、じゃあオープン。あー、これは腕組みだ。 A でしたね。ということは B か C。 ちょっとね、詳しく顔がね、しっかり見えなかったので、今から確認していこうと思いますけどね。さあ、この3つね、A が2つ入ってましたね。ということは、もう一回どっちにしてもやらなきゃいけないですね。はい、結果がこのように、あ、 A が2つ、そしてこれ B でしたね。やはり笑ってる顔ですね。ちょっと怒った顔のこのポーズね、こちらがまだ手に入ってないので、もう一回ね、回していこうと思います。まあ、それが出るまでね、一回ずつ回しましょう。まあ、先ほどね、3連やって、これでね、カードは1枚手に入ったので、まあそれ以上ね、カード自体はいらないので、1個ずつね、1回ずつガシャポン追加していきましょう。よし、じゃあこちらね、もう一度ガシャポン、もう一度同じガシャポンを回すっていうのがあるので、こちらをね、押してみましょう。はい、回数は1回、ガシャポンを回す。で、合計が2500円で、注文手続き。あ、そうだね、今気づいたんですけど、僕ここにね、クーポンがもう1枚あって、送料半額クーポンっていうのがね、持ってたみたいなので、そちらをね、もう一回今度は利用していこうと思います。はい、これを押して、はい、入力内容を確認。はい、確認できましたね。こちら見てもらうと、今回1回しか引かないので、賞金が2500円なんですけど、送料のとこね、ゼロになってクーポン利用でマイナス330円ということで、まあ、先ほどね、660円支払ってるので、そちらの方から330円引かれるっていう意味ですね。なので、ここの送料はゼロ、2回目はね、送料まとめて、発送されるので、2回目はゼロなんですけども、さっきのね、送料から330円引かれるっていう、まあそういう算定でしょうね。はい、じゃあ注文してみましょう。はい、またね、ガシャポン回すに来ました。1回ですけどね、これで出るように。さあ、お願いします。キリコ。C。C 出てくれ。
さあ出るかな、出ろ。さあどうでしょう、1個しか出ないっちゅうね、これはね怖いですね、3分の1の確率ですからね。さあタッチしてオープン。うわなんかこのパターンねよくあるね、なんか視聴者の人はみんなわかると思うんですね、何回かねこういうパターンありますね。前もね同じのばっか出たんですよね、確かブラックサンの時だったかな。また A ですよ、4回回して3つ A ってねひどいですよね。はいはい、ということでねこちら A ですよね。じゃあまたもう一度ね同じガシャポンを回すでやってみましょう。はい、ということでね、入力したんですけど、毎回ねあのカードのね入力とかねするのはめんどくさいですよね。で今回はクーポン利用できないので、まあクーポン利用しないということで、賞金が2500円ね、こちらで入力を確定していきましょう。はい、ということでね、入力内容も確認できたので早速注文したいと思います。さて今回こそはね C 出てほしいですね。はい、カプセルを混ぜてますね。よし回しましょう。さあ今回は出ろよ、本当にさすがに A3 つだからな。はい、行きましょう。開けます、オープン。お、これはこれはどっちだ、なんとなく怒ったような顔に見えるけどな。タッチ、はい、結果見てみましょう。惜しい、やったー、よし。はい、ということでね、結果を見ていこうと思うんですけども、マイページの購入履歴一覧というのがあるのでそちらの方をね開けていきます。で、こちらを見ると、これ多分一番最後だよね、ここに2500円で1回分というふうに、ね、なってますので、こちらがこの獲得景品を見ると C が1つですね。で、さらに下に行くと、まあこれもね、1回分、ここが、うん、A が1つ、これがね、また A がねいくつも出ちゃいましたね。で下の方へ行くとこれですね、これが3回分ですね、3回セットで7500円になってます。で3連のためのね、3連についてくるこの限定ポストカードが1個で、中のね獲得景品を見てみましょう。はいはい、こんな感じでね、 A が2個、そして B が1個ということで、まあ合計ね、先ほどのやつを合わせると A が3つ、そして B が1つ、C が1つっていう感じでね、まあそうですね、5回やってコンプできてるので、まあまあいい方かなと思います。はい、ということで今回はガシャポンオンライン限定のしじまきりこ、こちらをガシャってみました。それでは最後まで視聴していただきありがとうございました。もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回もコレクション魂、バイバイ。